こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、いやよく見抜いてくださいました。私のやり方ね、基本的には変わってないですね。与沢翼さんのサブスクに入って、そこでやっぱりね、発言する機会があるんですよ。ライブチャットとかどんどんできますんでね。でそうすると、無料の与沢さんの動画には本当大量の方がいるんですけども、有料になるとね、ぐっとそれが減るんですよ。そしてその中で発信する人ってのはもっと減るんですよね。ではばかりながら、私ちょっと、これは私の思い込みも入ってるんですけども、与沢翼さんのコンテンツはかなり私食い込んで見たりね、発言したり、それから私の動画でも喋ってるんで、与沢さんの動画を見る方の中では、私の速稼塾っていうのはある一定のね、認知度があるんですよね。ということで、私が発言したところから追っかけてきてくれて、あ、これが久保さんかみたいな感じで入ってきてくれてね、私のコンテンツ見てくださる方とか結構いて、そこからですね、与沢さんの元で、FX ですけど、主に FX と、一部マインドなのかもしれませんけども、そういったものを、私が言うわけではないですけども、私の速稼塾に入ってくださる方の、言い方で言えばね、久保さんは誰よりも与沢さんの技術とかマインドを継承してるんで、久保さんからまず学んでいきたいというふうに言われて、速稼塾に入ってくださるんですよね。でこの経路っていうのは、ある意味私は計算してやってるところがありますけども、ほとんど無意識のうちにこういうふうになるんですよ。で、与沢翼さんのところに集まる人、特に有料で集まる人っていうのは、私と気持ちが近い可能性が高いですよね。私も有料のサブスク入ってますから。でそうなると、与沢さんにお金を出しても惜しくないっていう方、私もね、他の与沢さんのコンテンツ有料で入ってる方に対しての信頼はある程度持ってるわけなんですよ。ですんで、すごく興味があるんですよね。でそれとは逆に、私はコンテンツを持っていて、しかも速稼塾ってものを7年間売り続けて、で、しかも与沢翼さんというキーワードを作りながら動画を発信したりね、 GWBS っていう FX の塾で一定の成功を収めて、成功と言わせてもらいますけども、もう負け知らずなんで、成功を収めたところがあって、そういうところからね、私のところにアプローチしてくださる方ってね、案外多いんですよ。でこれはずっと発信を続けていって、ずっと与沢翼さんってものを意識して、そして与沢翼さんの教育コンテンツを買って、そこで一定の成果を出したからこそできる私なりの経路だと思うんですよね。そういう中で、今回流れ玉のように吉谷さんのところにも行ったみたいですけども、私はね、吉谷さんが予想している通り、ここはね、かなり恩恵をいただいてるんですよ。サブスクがだいたい毎月3000円なんですけども、私、速稼塾1件売れたら最低でも3万円ってことをお話してますよね。で、こういう方が毎月10件ぐらいいらっしゃるんで、回収率は100倍ですか。1000% って感じですよね。そればかりを狙ってやってるわけではないんですけども、私はね、自分のコンテンツっていうのは、本当、与沢さんの影響をかなり色濃く受けてるんですよね。この4、5年は特に。FX を中心に、投資の考え方とか。そうなると、私の発信と与沢さんの発信とか、結構ね、噛み合うところがあって、そこで与沢さんに共感する方は、そのままスッと私の方に共感してくれる可能性も高いと。しかも私っていうのは年齢がもう50歳が見えてますからね。で私は昭和40年代生まれってことを結構強調したりとか、隠居ってものをね、強調してやっています。ここはちょっと私のフックがかかるところなんですけども、与沢さんから学んで隠居ができましたと。与沢さんも隠居みたいなもんなんですけども、私もね、与沢さんを真似て、東南アジアには行かなかったですけども、片田舎で隠居してるわけですよね。だからミニ与沢翼さんみたいな形で、私もね、ちょっとこう真似てるところはあるんですよ。はっきり言ってモデリングしてるところは。でしかもそれがまんまとうまくいって、一人の子供を育てながら奥さんと自由にね、のんびり過ごしてるところっていうのは、まさに与沢さんと同じで、男の子が一人いて、で奥さんがねいてみたいな感じで、結構似てるのかなと思います。これはね、私自身が思うばかりではなくて、与沢さんを通じて速稼塾に入ってくださる方がね、結構そういうふうに言ってくださるんで、私がぼんやりと思っていた通りのメッセージが、言葉には出してないけど伝わっているんだなと思うばかりなんですよね。で今回の動画の、結論といいますかね、まとめになりますけども、私は商品を持っている、そして発信をよく続けている。でこの前、発信をするってことはレールを引くようなもんだって言いましたよね。で私のレールってのが、その何本かが与沢翼さんの引いてるレールとこうクロスしてね、そこにこれですかね、切り替え機ができてるんですよね。遮断機じゃなくて切り替え機が。でそうなると、与沢翼さんのレールに乗った人がジャーッと流れてきて、たまーに私のレールに乗り換えてくれる可能性もあるんですよ。
私の駅に寄ってくれる可能性があるんですよ。そして私の駅、そのターミナルにはですね、久保哲郎の速稼塾という商品がポツンと1個だけあるわけですよね。それを手に取っていただいたのかなと思いますし、もしかしたら私のレールから吉谷さんのレールに乗り換えて、そして吉谷さんのね、コピーライティング道場っていう私が発信しないコンテンツを手に取っていただいたのかもしれません。まあこういった形で情報発信者同士っていうのはなんかね、その情報発信者同士でつながるところっていうのはあるんですよね。これ前回もお話しましたけども、だから発信者同士でつながる、受信者同士はつながりにくい、こういう関係があるのかなと思います。ですので、ね、私は強くお勧めしますけども、まだまだ情報発信者足りません。全然足りません。あと100倍1000倍を受け入れる余地があります。なんでこういうことを言うかって言ったら、情報発信をね、1回2回ポロンとする人はそれ山ほどいるんですよ。でもその人たちははっきり言って情報発信者ではありません。レールをくまなく引くほど、そのぐらいの情報発信の量がなければ、継続力がなければ、そして伝えたい気持ちがなければ、情報発信者の初級編にも入れないってことなんですよ。まあ、ですんでね、少なくとも100は、100日ですね。いや、全然少ないです。1000日。いや、1万日ですよね。1万日を最低ライン、1万日でゼロライン、ゼロスタートと思って、こう、継続してやらなければですね、何も自分は世の中に発信する、その、受け取ってくれる人がいないってことなんですよね。本当にこのぐらいです。で、1万を目指して、それね、300ぐらいで受けたら、それはね、実力があったわけですから、それはいいじゃないですか。でもね、最初から100、200で、全然反応がないよっていうふうに自己評価高くなると、それは1万ってのは言うまでもないですし、それからね、お客さんがついたら、お客さんはもっともっと背中を見たがります。もっともっと継続を見たがりますよ。で、その時に、マスターである自分が、塾生とかね、お客さんよりも継続力がなかったら、これは全然ダメですよ。これははっきり言って、ここはね、詐欺とは言わないんですけども、ちょっとこれは情けないことだと思います。やっぱりね、トップに立つ者、講師たる者、そして塾長たる者っていうのは、どんな塾生にも負けないぐらいのね、パワーを持ってないといけないですし、エネルギーを持ってないといけないですし、継続力を持っていかないといけないです。誰も追いつけないような状態ではないと、誰もついてきてくれないんですよ。ここが今日のポイントです。誰も追いつけないぐらいやらないと、誰もついてきてくれないってことなんですよね。では、今回は以上です。いってらっしゃい。